ラブコープ総選挙2022結果発表。今年で8年目を迎えたラブコープ総選挙、店舗は3月20日から4月10日、宅配は3月28日から4月8日。コープ商品4つのブランドから店舗、宅配で各1票を投票いただきました。皆さんはどの商品に投票しましたか？ラブコープキャンペーンとは、組合員さんの大好きなコープ商品を組合員さんが心を込めておすすめするキャンペーンです。昨年のラブコープ総選挙は合計242,877票、総合第1位はコープ卵スープでした。さあ、今年の順位はどのようになっているでしょうか。まずは総選挙投票数の発表です。店舗 49,130票、宅配23,940票、総選挙総投票数は28,070票でした。昨年に比べて38,193票増えました。投票してくださった皆さん、ありがとうございます。ここで店舗の順位をご紹介します。10位から1位まで一気にご覧いただきましょう。10位コープのホットケーキミックス、9位コープの道産玉ねぎつぶつぶのドレッシング、8位コープふっくら卵のオムライス、7位コープのオリーブオイル食パン、6位コープの牛乳かりんとう白、5位コープ北海道100のさぬき風うどん、4位コープの北海道産別海牛乳アイスバニラチョコ。それでは店舗のベスト3を発表します。店舗第3位は3,507票、コープの道産生乳と天才糖だけの飲むヨーグルト。店舗第2位は4,640票、コープたこ焼き。そして第1位の発表です。店舗第1位は11,136票、コープ卵スープ。続いて宅配の順位をご紹介します。10位コープ炭火焼き鳥もも串栗塩、9位コープ銀座梅林のヒレカツ、8位コープふっくら卵のオムライス、7位コープ黄金育ちの卵、6位コープたこ焼き、5位コープティッシュペーパー、4位コープ骨取りサバの味噌煮。それでは宅配のベスト3を発表します。宅配第3位は13,563票、コープ卵スープ。宅配第2位は17,417票、コープレンジで簡単照り焼きチキンステーキ。宅配第1位は22,170票、コープきんぴら風ごぼう飯の素。そして総合第1位は23,699票、コープ卵スープ。皆さん、結果はいかがでしたでしょうか。以上、結果発表でした。これからもラブコープキャンペーンをよろしくお願いします。